豪雪で高速道を閉じ込め、救助駆けつけの自衛隊員が遅れてすみませんと。日本海側を襲った大雪の影響で、16日から関越道群馬県境付近で車内に人を残したまま多くの車が立ち往生してしまった。17時間以上にわたり車内に閉じ込められ、まさかここまで一気に積もるとは。生きるか死ぬかの思いだと語っている。車は全く前に進まない。車の排気筒が雪で埋もれないように定期的に除雪するため、一睡もできず疲れ果てたとも。周囲では燃料を節約するためか、エンジンを切って暖房を使っていない車もあったと過酷な経験を語る。その最中、雪深い関越道を延々徒歩で立ち往生者の救助に駆けつけた自衛隊員の謙虚な言葉に感謝の声が沸き起こっている。紫雲氏の投稿を引用すると、救助のために駆り出された自衛隊員、6日町 IC から6キロも歩いてきたらしい、遅れてすみませんって謝ってくれたけど、なぜ謝るのか。自衛隊が来ただけでこちらはとても元気が出ました。感謝しかないです。本当にありがとうございました。立ち往生から41時間無事脱出できました。と感動の言葉。投稿者さんは謝ることなどない。自衛隊員が来ただけで元気をもらったとツイートしている。共感する国民が圧倒的多数のはず。吐き気を催す例もある。マスコミの取材車両も閉じ込められて、自衛隊に救出されて脱出するシーンが流れた。驚いたのは黙って脱出したこと。お礼を言うという常識がマスコミ関係者にはないようだ。こんな人たちの作るニュース、信用してもいいのかな。これに同感、人の心を押し量れない増上マン、それがマスコミ人士と軽蔑する。豪雪立ち往生で考えたことがある。小池都知事が10年後までにガソリン自動車全廃と力を込めたが、電気自動車で雪で立ち往生したらあっという間にバッテリーが上がり、暖房も止まり車内で凍死するかな。もっと、電気自動車のリスクとかを公表するのが優先ではないか。専門家は電気自動車バッテリーの残量にもよるが、暖房でおおよそ2日いは一酸化炭素中毒のリスクなく車内で安全に過ごせるとコメントするが、ともかく毎回、災害時の緊急救助に黙々と謙虚に従事される自衛隊の皆様に深く敬意を表します。お聞きいただき感謝申し上げます。